はようございます。ダイワプロスタッフの中川凱です。今回は、中部の大河川長良川にやってきました。今回はおかっぱりじゃなくてボートでやろうと思うんですけど、まあ、季節も、秋めいてきて結構こういうクランクベイトとかの巻物にも反応が良くなってきたので、今日は巻物をメインでちょっと一日長良川をやってみたいと思います。それではよろしくお願いします。変わってるぞ、一感覚。超長らクオリティのナイスバス。スティーズペンシル 86F でちょっとスピーディーにいきたいと思います。水温は今20度、水質も結構クリアなんで、トップウォーターで目線を上にして騙そうかなっていう感じです。お、出た。うわー、くモーニングバイト逃したぜ。もう一回出んかな。お、後ろにいない？おら、うわ、マジ？なんで乗らんの？乗ってる、ちっちゃい。ちっちゃい。さっきから出てる正体はこいつでしたね。めちゃくちゃバイトあるんですけど、なぜか乗らなくて、多分このサイズが食ってきてましたね。いや、でもバイトがあるから面白い。今の時期のバスの特徴としては、まあ水温が適水温になってきて、どのレンジでも魚が食えるっていう季節なので、どこにでもバスがいるっていう意味では、巻物でこう早い展開で探っていった方がバイト数が出たり数も釣れたりするっていう季節感ではありますね。スイフトクランクでスピーディーに巻いていきたいと思います。最初に早めにグリグリグリって巻いて、なるべく底付近を叩くように。来た。ちょっと頼む、バレんな。ほら、おっしゃー、いいバス来たぜ。スイフトクランクめちゃくちゃ太いっすね。超長らクオリティのナイスバス。よし、スイフトクランクで釣れたんですけど、まあそこにヤイタがあって、ボートポジをヤイタと平行、ちょっと近寄った状態で平行につけて、まあここ、その岸際から水深があるので、岸際をきれいにこうボトムノックするようにちょっと近めで、遠投して、そこのハードボトムに当たった瞬間に食ってきたっていう感じです。今回、スイフトクランクで、使用しているロッドが、ブレイゾンの C6.M、ミディアムダイバーのクランクということで、まあある程度飛距離も欲しいということで、まあ6点の長すぎず短すぎずの長さを使っています。あとは6点なんで、このラインのメンディングですね、もうしやすいので、本当にこういうクランクベイトのような巻物にマッチしたロッドになってます。で、次はリールなんですけど、タトゥーラー TW80 の 6.3 ギア、ノーマルギアですね。まあ、今回こういう巻物メインに使用したので、ノーマルギアの 6.3 を使用しています。ラインがモンスターブレイブ Z の12ポンド、ミディアムダイバーのクランクを使っているので、まあ、ある程度扱いやすい12ポンドを使用しています。スイフトクランクなんですけど、まあこの中部の大河川の長良川はもちろん釣れるんですけど、結構
リザーバーでもよく釣れる。おかっぱりでもまあ足元から水深がある場所とかは、すごく使いやすいので、あとは、まあ、ピッチも細かいっていうのと波動が弱いっていうので、まあ、プレッシャーのかかったフィールドでもかなり有効なクランクになっているので、ぜひ皆さん使ってみてください。よく来てるわ。でかいぞ。でかくねえか。しゃ。ハマってるぞ、一クランク。しゃ。頼む、バレんな。よっしゃー。来たー。また太い。スイフトクランク。これも太いよ。やった。サクサさんにがっちりかかってますね。絶対バレない。出た。よし。スイフトクランクでした。やった。さあ、午後の部です。まあ午前の巻物で2匹釣れたんで、引き続きちょっと巻きまくりたいなと思います。ちょっといいですか。2分の1です。ダブルビロニューアイテム、グラディカル。いないな。スイフトクランク、シギアのあのブレイクに絡むリップアップをスイフトクランク。チーズショットの 54MR。 うわ、パソル、いっぱいいる。ちっちゃい方が来た。あ、バレる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 。低いっすね。ほら、ふっと。めちゃ太い。やった、ショットサイト。だからこれ。シーズショット 54MR で、ちょっとレンジを入れたいっていうので MR プラス、まあこのサイズ感のベイトがさっきから結構キシギアウロウロしてて、まあこの54がマッチしてるかなと思って、さっきから使ってるんですけど、やっぱドンピシャで食ってきます。今回シティーズショットで使用しているロッドが、ブレイゾンの S64L。 ブレイゾンシリーズの中で、まあ、僕はスピニングで一番汎用性が高いんじゃないかなって思っているロッドで、秋とかはこういうシャットの巻物だったり、夏はスナッピージュニアとかの表層系で、冬は、メタルバイブとか、もう本当全ての季節、使用しているロッドですので、スピニングの外敵おすすめロッドになります。次リールなんですけど、タトゥーラ LT の 2500SXH。 僕は普段から、まあ、XH を対応しているので、今回は、シャットなんですけどノーマルじゃなくて XH を使用しています。でラインが、タトゥーラセンサーの 0.65、リーダーが、スティーズフローロクロスリンクの6ポンド
ある程度、まあ、今日表層系も使っているんですけど、まあ、飛距離が欲しいので 0.65 で、まあ、ある程度ねずれにも強い太さの6ポンドを今回は使用しています。すんのになんで？食ったわ。食ったわ。リアクション食った。しかもまあまあ、やばい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 。やばい。よっしゃ、また太いの来ました。すごいって見えてたんですけど、シャットのサイトを目の前に持ってきてピッてリアクション逃がしたらパクッといった感じです。もう強制的に口を使わせたっていう感じです。いやーにしても太い。肉厚すぎるこいつ。やったチャットサイトフィッシュ、さすが長良川、これだからたまらん。お疲れ様でした。一日長良川を、ボートでやってみました。結果的にはこういうスイフトクランクとか、スティーズシャットのような、横の動きで、まあビッグは出なかったですけど、まあ長良クオリティのいいバスが何匹かゲットできたんで、まあよしかなと思います。まあこういったスイフトクランクだったり、スティーズシャット、これからの晩秋とか冬のタイミングでも活躍してくれるルアーになってますので、まあ、皆さんもぜひ使ってみてください。それでは今日一日ありがとうございました。お疲れ様でした。